こんにちは。今回は指数関数のですね、最小値を求める問題を2問やっていきたいと思います。はい、こちらの問題になります。じゃあ、やりたい人はね、動画止めてもらって、じゃあ、見終わったかな？じゃあ解説いきたいと思います。まずですね、指数関数の問題では、特に最大最小を求めるときには、ノーマル型、A の X 乗を普通に置き換えるものと、対称式型、対称性のある式の2つのタイプがあります。で、1番の場合は、2の x 乗を t とでも置けば、t の2次関数になるから、まあ問題なし。下の方は、対称性ありありでしょ？ 2 の x、2のマイナス x、4x、4マイナス x、対称性ありあり。こういう時は、和を置き換えるってするんでした。まず1番、もう手堅くパッとやっていきますね。さあ、まず、こういう風に置き換えてみます。そうすると、こういう t の2次関数になりました。あとはね、高瀬はリーゴンって勝手に呼んでるんですけど、X を T にすり替えた。X って文字をなくした分、T の範囲を考えなきゃいけないじゃない。だから、X0 から2っていう情報を T の情報にすり替えていかなきゃいけない。はい。で、グラフを書いてみるとこんな形になるじゃない。で、X が0から2までと考えると、縦軸 T の範囲は1から4までなんだよね。ってことで、この2次関数の、この定義域における最小値を考えればよくなるわけだな。じゃあ、平方完成してグラフ書いてみようかね。はい。じゃあ、グラフは、こういう形になるから、1から4までというのは、こういう状況になります。ね。じゃあ、一番小さいのは頂点だから、最小値は4なのかな。はい。以上、1番でした。じゃあ、次2番なんだけど、2番先ほど言った通り、対称性がある式だから足したものを置き換えるということで、2番の場合は、2の x 乗と2のマイナス x 乗の対称式と考えられるから、この2つを足したものを t と置いてみることにしますね。さあ、そしたら、4の x 乗と4のマイナス x 乗を作りたかったら、2乗してあげればいいと思うんだな。で、実際に2乗計算してみると、4x たす4マイナス x プラス2になるのね。じゃあ、この2を向こうに移行してあげれば、ここのところは t2 乗マイナス2となってくるよね。はい。じゃあ、それを代入してみることにしましょう。はい。戻した。平方完成した。こうなった。よーし。最小値マイナス11とはならない。ね。置き換えをしたらちゃんと新しい文字の範囲を考えなきゃいけないんだったよね。今回見るからに、軸はマイナス3だもんね。じゃあ、t がプラスになるだろうってことを考えて、0をこの辺かなーとかってやって、0以上で最小値って考えたら、なしになっちゃうよね。うん。白丸だもんね。t 正だった場合、白丸だからこれ最小値なしなんだよね。はい。何がおかしいかっていうと、そもそも t プラスってのが怪しいんですね。正しい範囲は実はそんな風なものでは出ない。じゃあ、正しい t の範囲はどんなものなんだっていうことになってくるよね。さあ、ここでね、突然ですけども、別の動画で説明済みだから話しちゃうけども、このタイミングで相加相乗平均を使います。高瀬はいつもこういう言い方をしてます。正の数、分数の形、さらに範囲を調べる。正の数である、分数である、範囲を調べる。この3つが揃っていた場合は、相加相乗平均で t の範囲を調べるというのが、まあ実は正しいやり方なんですね。ということで、ちょっと今回は、この2つが正の数であることと、逆数の形である、分数であるということと、まさに t の範囲を調べたいという3つが揃ってますんで、ちょっと相加相乗平均でも用いてみることにします。さあ、今ね、バーっと書きましたけども、じゃあ説明していきますね。2の x 足す2のマイナス x の範囲を調べるために、2つは正の数であることから、相加相乗平均の代償関係使いました。で、足したものよりも、2ルートかけたものの方がでかいぞってことを使ってあげると、2以上って出ました。で、実際に統合が成り立つことがあるかどうかと検証すると、2つが等しい時で足して2になるってことは、1足す1になる瞬間なんだよね。と考えれば、x イコール0の時に統合成り立つと分かりました。ね。だから、今回は、x イコール0の時に t が2になることがある。ね。t が2以上と分かってて、
t イコール2になるってことが確定してるわけよ。なので、はい、定義域はこういう感じだぞってことが分かったわけで、そうすれば t イコール2の時最小であることも分かるよね。じゃあ、2をここなりに代入すればいいのかな。ということで、最小値は14であることが分かりました。さあ、ちょっとね、こっから少し難しい話になります。一通り勉強進んでるって人は、はぁ、なるほどって聞けるとこだと思うんで、ちょっとこのままね、続けて聞いてください。はい。これがね、相加相乗平均とか、コーシー・シュワルツの不等式の本当に怖いところなんですけど、ね、相加相乗平均ってのは、絶対に2以上の中にいるぞってことだけは合ってるの。でもね、2以上すべての値を取っているってことは真実かどうかね、分かってないんですよ。だから今、俺、定義域2以上だよって書いたんだけども、もしかしたら、この辺の値は取ってないかもしれない。正しい定義域としては、ボッコボコに穴ぼこ開いてるかもしれないし、本当は、ここからここまでしか取らないよーってなってるかもしれないんだよ。でもね、ここで統合成立条件を確認したことによって、t イコール2以上の中で、2っていう値を取ることだけは間違いないぞってことは確定したわけよ。そしたらさ、このグラフ見てもらえればわかる通り、ここ、最小値になるに決まってない？ここより大きいところ取りうるぞと言ってて、こいつを取ることが分かってるなら、その時最小を決定するよね。だから、このような最小値を求める問題の時には、ここより大きいところの全てを取り得るかどうかという検証は、まあしないでも答えは合ってるでってことで、こういうような回答を作ることが多いです。でもね、本当に2以上全ての値を取ってるかどうかは分からない。で、もしそこのところをこだわって、2以上の値すべてを取っていることを確認したかったら、こういう手があります。さあ、これね、受験数学用語で逆増法なんて呼ばれたりするんだけども、2の x 乗足す2の x 乗分の1イコール t という値を取ることがあるとしましょう。ね、ある t の値を取ることがあるとします。で、もし t という値を取っているのであれば、これが t という値を取るような、実数 x が存在しているぞってことなわけよ。そしたらこれって2の x 乗の二次方程式にできるやつだから、ちょっと分母払ってみよう。はい。するとね、これってこういう風に置き換えることができるわけよ。じゃあ、ちょっと2の x 乗邪魔だから、これ別の文字で置いてみるね。置き換えると、こういう二次方程式がプラスの解を持っていればいいってことに条件が変わりました。解の配置って呼ばれるやつだよな。二次方程式が正の解を少なくとも一つ持っていればいいってことで、解の配置ってものになります。ただね、今回は、いわゆる y イコールと置いた時の y 切片がプラスであるってことが分かってるわけよ。さあ、ここのところプラスって分かってるんだったら、二次関数がプラスでぶつかるためには、軸がプラスになるだけじゃなくて、頂点の y 座標がマイナス。もしくは、判別式プラスになってればいいよね。ということで、軸がプラスになる条件が t プラス。そして、実数解持つ条件が判別式0以上。ね、この2つを同時に満たす条件は何ですかって考えたら、t2 以上になるじゃない、ね。だから、2以上のどんな値をここに代入したとしても、large x 存在して、small x 存在するから、実は2以上の値をすべて取り得ることが確認できるって話なんです。だから正しく t の値域を調べたいんだったら相加相乗平均ではダメで、いわゆる逆増法って受験数学用語で言われるんだけども、この式イコール t となるようなものを x 満たすかどうかってことを考えてやらなければなりませんと。ただ先ほども言った通り、最小値だけを出したかったら統合成立条件の x イコール0が保証されている時点で、あの回答でも問題はないです。でも、ちょっと上級者向けの話としては、こっちの方がね、全定義域2以上となることがすっきりわかるから、まあ気持ちがいい回答になるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、初心者向けの話から上級者向けの話までしました。ね、難しかったと思いますけども、一つでも多くのことを学んどいてもらったら嬉しいなと思いますんでね。
ぜひ皆さん頑張ってやってください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。